池森チャンネルオープン。今回は豚しゃぶと九条ネギたっぷりの中華そば作ります。では今回の材料はこちら。はい、では調理スタート。まずは1人前500なんで1リットルのお水を入れます。で、チャッカー。そして豚しゃぶ、まあ豚しゃぶ割と余る時あるじゃんね、それを使ってやってください。で、これをもう水から肉入れます。これ池盛りシステムです。肉が熱すぎってならないように水から入れてあげる。北村さん笑うとこだから一人にしないで、俺を。水から豚肉を入れて、それでもう半分火が通ったらね、一度出します。はい。ではここで豚肉ちゃんのアクを取ります。ただ、リュウジさんはアクも出汁だって言ってたけどな。ちょっと綺麗、関西風なんでね、中華出汁を使った、ちょっと綺麗なスープを、綺麗で透明なね、そんなスープをね、目指したいんです。だからちょっと今回はアクを、きれいに取っちゃいます。よし、沸いてきたわけだ。よし、 OK。 で、火を止めて豚肉出しちゃいます。これでね、豚しゃぶが余った翌日にこのそばをね作るといいっすよ。じゃあここに豚肉から取れた出汁と鰹屋さんのあご出汁、魚出汁を取ります。これも沸騰したら弱火で3分出汁を取ります。はい、じゃあ弱火にして3分出汁を取ります。火を止めて出汁を出します。え、今あれ、出汁を出します、え、出汁を出します、出たね、山毛な、何入れたっけ、これ豆乳を、豆乳以来だね、これね、絶対皆さん絞ってね、ここを絞らない、このまま出すとダメですよ。こう絞ったここに濃いね、出汁がありますから。よし、 OK、 完成。つゆのね、つゆというかもう出汁ね、豚肉とあご出汁。さあ、ここで乾麺を入れます。今回はさらしな、さらやかさらしな使います。かけ4分半で1分早めに揚げてください。こっちで最後つゆとドッキングさせますんで、ということは3分半。よし、3分半、おさ、よし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 、よし、3分半。今回はね、このにんべんの白だし使います。大さじ1なので大さじ2、白だし大さじ2いって、じゃあウェイパー、これはね、誰でも本格的な中華の味になる素晴らしい、これはね、調味料です。マジで。小さじ4いきます。よし。これで、ウェイパーを小さじ4。おっと。よし。よし。おつゆはね、白だしとウェイパーだけです。このタイムで軽く火を入れておきます。抜けました。これは締めるっていうよりもね、ちょっとぬめりとこのスープをね、濁らしたくないんでね、ちょっと洗う程度でいいと思います。水を切っての、しっかり、よし、これで沸騰したら、よし、中華スープが沸いたところに
乾麺を入れてここで温めます。これはねまたうまいのできちゃった。まあ約1分20秒ぐらいになっちゃう、2人前だと。ちょっとピンチ、ガスがないんで急遽ちょっとこっちで温めます。まああと今回ねこの九条ネギ使うんだけど、最近池森ね九条ネギ推しだな。香りがね抜群にいいね。よし OK、 じゃあ盛り付けます。どうぞ。よしでここに豚肉、ね、しゃぶしゃぶの肉を豚入れます。でここにつゆを入れます。ここにたっぷりの九条ネギをのせます。最後にごま油を周りに。いやー来たー。はい、豚しゃぶと九条ネギたっぷりの中華そばの完成。いただきます。九条ネギの、ね、香りがね最近本当にハマっちゃった。これはあのなんかありそうでなかったパターンで、基本もうラーメンからのヒントでやってみました。やっぱあごだしとめんつゆが最終的にはねそばに変わってる、で味変でラー油、あとのアイスこれをちょっと入れての、まあ合わないわけないじゃんね。ラー油からの、あ、めちゃめちゃ合う。九条ネギもね最高、歯応えバッチリ、素晴らしいです。今日はもう撮影がですね夕方から始まりまして、お昼食べて池森全くノーハングリーそれでもうまく感じるから、ぜひたまには中華風ウェーパー最強説あります。はい、ぜひ試してみてください。池森チャンネルのグッドボタンとチャンネル登録皆さんよろしくお願いします。ではまた次の動画で。閉店。